3月31日に帰ってきた泥棒ニュースに出演された武田恒さんですが、その前日に自身のチャンネルのライブで虎八について話しておられました。帰ってきた虎ノ門ニュース再開日は、山田氏や岡本ディレクター、元 DSC テレビスタッフ有本香里さんオファーの経緯などを百田先生が語るという動画で、百田先生側の見解をご紹介しましたが、また武田さんの視点も違うので非常に参考になりました。3月30日前半、武田恒の日本の素朴な疑問、虎ノ門ニュース復活、教科書進捗状況、エトセトラ第526回、トースポのニュースになりましたけれども、虎ノ門ニュースが復活することになったということです。ちょっとこれどういうことなのかっていうふうに言われるかも分かりませんが、すいません、私はですね、一出演者でしかないのであまり込み入った話はできないんですけれども、結論だけ申しますと、虎ノ門ニュース復活です。最初の放送回が明日朝8時、私とケントさんが第1回目出るということになっております。従来のスタジオであります。はい、虎ノ門のガラス張りのあそこですね。従来のスタジオでやるということとですから、当然見に来ていただけます。はい、観覧可能です。そして従来のアカウントでやります。もうアカウントできたのかな、見ました。すいません、今日ね花粉がひどいんですけど、もう DHC じゃないですよ、 DHC ではないです。DHC が買わないといった部分がこのテレビ部門ですからね。はい、もう従来の、もう名前変わってます。帰ってきた虎門、帰ってきた虎ノ門ニュースになってるチャンネル登録が 80? そうですね、84で、明日のライブ84万人ですね。はい、明日のライブの予定が入ってますので、なので今までのアカウントでやります。いつものスタジオでやりますということでございます。ちょっとそこがどういうことなのかっていうのは、ちょっとすいません、私から説明できませんので、とりあえずですね、同じ場所でやるということと同じアカウントでやるということで、あとはもう察してくださいというしかないですね。私はね、この武田恒チャンネルは自分で運営に関わってるチャンネルですけれども、運営直接関わってるのはこの武田チャンネルだけですからね。ですからね、朝八はね、一度ゲストで招かれて出ましたし、闇鍋ジャーナルはですね、山田社長に出てほしいと言われて、まあ立ち上げ期ずっと出てましてとのことでした。ここ一つ気になりました。山田社長に出てほしいと言われて、まあ立ち上げ期ずっと出てましてと言っています。あれ、誘ったの須田さんじゃないんでしょうか。山田氏を須田さんが電話で誘ったのは台本だったんでしょうか。ちょっと3月はお休み、教科書の件でお休みしましたけども、一応4月3日ですね、4月3日の闇鍋ジャーナルは一応出る約束になっておりますので、次4月3日は出ます。はい、というわけでちょっとね、すいません、もう察してくださいというしかないんですけれども、はい、折島さんではなく変わるということでございます。なので虎ノ門ニュース復活ということで、ちょっと今後どういうペースでどんな顔ぶれでやっていくのかとか、ちょっと私はよくわかりません。とりあえず明日なんとか出てほしいということでしたので、明日朝出ることになったということでございます。というわけで、すいません、私はもうこれ以上言えることがありませんので、はい、ということでございます。まあさしていただきたいということでございます。私はまあね、一出演者ですから、どこに対しても帰ってきた虎ノ門ニュースも一出演者でしかありませんし、闇鍋も朝八もですね、要望があれば出ますという、私のタイミングが合えばですね、出ますということでございます。私が直接運営に関わっているのはこの番組だけということになっております。さて、私の思いとしてはね、やっぱこの虎ノ門ニュースというのは、やっぱりこのプラットフォーム、言論のプラットフォームでしたからね。はい、なのでこれがなくなってしまうというのはですね、大変悲しいことだったので、このプラットフォームをなくしてはいけないという、その思いです。はい。それぞれ、ほら、もうね、私がこのチャンネル始めた時はもう12年ぐらい前ですか ?11 年前か。11年前ね、その個人でね、一人でやってる YouTube チャンネルなんかなかったです。当初はニコニコから始まりましたけどね、今もう誰でも自分のチャンネルを持つ時代になりましたよね。だからこそ、曜日代わりとか、いろんな人が出てですね、出てきて、言論プラットフォームという、中にはこの人好きとか、嫌いとかもあるかもしれないけれども、いろいろな人が出てきてですね、まあ言論プラットフォームというものが立ち上がったので、なので私は隔週でしたけれどもね、有本さんと一緒にですね、長年出させていただきました。それは武田チャンネルやるのとはね、またちょっと別のね、価値があるというね、言論プラットフォームを作るというね、そういうのに賛同してですね、出てましたけれども、ですから虎ノ門ニュース、どんどんね、チャンネル登録者も増えてきてね、安定したね、
毎朝トラドモンニュースを見るという方も相当多かったと思うんですよね。はい。ですからこれがなくなってしまったというのは、これはですね、本当にショックで、やっぱりね、なんとかね、言論プラットフォームを残さなくちゃいけないというね、思いをね、思っていたわけなんですけれども、何が最後残るかはよくわかりませんが、まあとにかく同じ場所で同じアカウントでやるということになったもんですからね、まあね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。闇ナビはね、またちょっと虎ノ門ニュースとはまた違った趣旨のね、面白さがありますのでね、折島さんとの掛け合いも楽しいですし、かつて虎ノ門ニュースではね、折島さんは MC に徹してましたけれども、今はね、いろいろと折島さんのね、面白トークをね、聞く機会にもなってますので、私はですね、闇ナビジャーダルはね、これからもね、頑張ってもらいたいと思っていますし、出られるタイミングでね、出るようにしようと思っておりますけれども、はい、というわけでですね、まあいいんじゃないですか。いろんな番組ができてね、切磋琢磨してね、はい、私は自分のね、このチャンネルをしっかりと続けていくと、それ以外はまあ日程が合えば呼ばれれば出るかもな、というそんな感じですね、やっていきたいなと思っております。さて、というわけで皆様にお願いがあるんですけれども、チャンネルに帰ってきた虎ノ門ニュース観覧にいらした方はですね、ぜひお帰り際に黒帯ラーメンに立ち寄っていただけたらありがたいなということでございます。はい、とのことでした。何が最後残るかはよくわかりませんが、というところから、帰ってきた虎ノ門ニュースも順風満帆ではなさそうです。また MC 一平さんが復帰する可能性は低そうに感じました。帰ってきた虎ノ門ニュース、まだ代表も送られてきてませんですけれど、一応虎ノ門ニュース、元々の虎ノ門ニュースを担当してた制作会社がディレクターが何人かいらっしゃるんですけれども、そのうちのね、一人が担当すると、一社というかね、担当するということですからね、まあ同じ場所で同じアカウントでということですから、どこまで虎ノ門ニュースを受け継いだものになるかもね、ちょっと私はすいません、一出演者なのでね、呼ばれたら行くだけなんですけれども、ですからオリックスが DHC を買収した時に、おえーペーって吐き出されたのが DHC テレビだったわけですよ。これはいらんって言ってペーって吐き出されたのが DHC テレビだったということですけれどもね、はい、それがさっきも言いましたけれども、親玉は誰だとか本体はとか誰がみたいな言われても、私一応知ってますけれども、ちょっとね、私がコメントする立場ではないので、はい、まあ察してほしいということですね。同じ場所同じアカウントでやるということはどういうことですかと、それはもう察してくださいということですね。はい、すいません、ちょっと私はこれ以上言えないので、言えないとのことでした。トラハチは前日にファックスでニュース原稿が届いていたという話だったと思いますが、このライブは前日なのに届いていないようです。かなりバタバタの復活劇だったことがさせられます。多分 CM ないんじゃないですかね。誰が元かとかいうのはちょっと私は言えないですけれど、察してください。普通に考えていただければですね、だってこれ虎ノ門ニュース終わってから何ヶ月、もう3ヶ月4ヶ月3ヶ月ぐらい、11月からですよね、3ヶ月ぐらい経ってるわけですよね。3、4ヶ月家賃ずっとかかってるわけですからね。あそこも見えてるスタジオだけじゃなくって、バックオフィスもありますからね。その家賃も3、4ヶ月かかってるわけですし、これ設備から家賃からスタッフからね、いるわけですからね。これをね、継続する形でやるということですから、すいません、これ以上言えません。とのことでした。虎ノ門テレビの現代表取締役は、テナントの契約が継続されていることから、吉田会長なのかなと思いました。武田さん、百田先生の話から、虎ノ門テレビの虎ノ門ニュースに復帰できなさそうなのは、山田氏、折島氏、百田氏、この3社なのかなと感じました。武田さんの話からは、なかなか尻尾はつかめませんが、かなりの情報量でした。ケンカー君の動画は情報量皆無だからね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。